というわけで演奏の動画をご覧いただきました。はい、おそらくですね、ストロベリーパフェの映像を見に来てくださった方は、ん？何が始まった？って思ってると思うし、いつも私のね動画を見てくれてる方は、今日は何の動画？って思ってると思いますので、ちょっと簡単にご説明させていただきます。私ですね、現在わたあめレイナという名前でこちらの YouTube チャンネルをやっております。こちらのチャンネルではですね、派手な格好してディズニーランドに行ったり、日本酒を飲んで銘柄を当てたり、制限時間内にダンスを覚えて踊ったりなどね、やりたいことをやって楽しく動画を撮っているんですけれども、私中学生高校生の時にですね、実はバンド活動をしておりまして、それが今回見ていただいたストロベリーパフェという1960年代に日本で流行ったベンチャーズとか加山雄三とか、昔のロックを10代の女の子が弾くみたいな感じのバンドで、ベースギターのゴリとして活動をさせていただいておりました。でね、そのストロベリーパフェが最後に演奏したのが、なんと8年前、私が18歳の時ですね。それ以来ストロベリーパフェはずっと活動していなくって、まあ時は流れ、みんな大人になり、この度動画でメロディーラインを弾いていましたリードギターのチッチがご結婚されました。おめでとうございます。というわけで、彼女の結婚式の余興としてストロベリーパフェが8年ぶりに再結成して、演奏したよという動画でございました。自分で言うのもあれなんですけど、当時私たち結構人気者だったんですよ。うん。いつもね、ここでライブやるよって言ったら、見に来てくださるファンの方とかたくさんいらっしゃって、なんかいろんな方が撮影した動画を YouTube に上げてくださったりしてるんですけれども、当時応援してくださっていたファンの方たちも、もしかしたら今回の映像を見たいんじゃないかなと思って、今回個人的にメンバーに交渉して、私のチャンネルで動画を上げる、許可をいただきました。動画を見ていただければ分かる通りですね、みんな大きくなりました。元気にやっております。私のチャンネルを初めて見たよっていう方は、ぜひ他の動画も見ていただいて、チャンネル登録などしていただければ嬉しいなと思います。そして私のチャンネルをいつも見てくださってる方は、あ、そんな過去があったんだなと思ってこの動画を見ていただければと思います。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。わたあめれいなでした。バイバイ。